ラストシーンが激アツすぎてめっちゃ叫んだ。どうも、リトです。今回ですね、毎週やらせていただいてます、クロナチキン、時効代理の感想を取っていると思います。今回、昨日深夜に放送になりました、第11話の正直する感想ということで、いつものリスさんの額、最初に話して、この間はありで、感想の話していきたいなと思います。最初に話して、ね、感想の話していきますんで、この先まだ見たことない方、最初は見れてないとかも安心して聞いていただけると幸いです。ということで、こちらも次回最終回ですか。もう早いね。もう最終回も今から楽しみで仕方ないんですが、今回は11話の感想、さすがにネタバレなしの感想で、まあ、結論から入っていこうと思います。で、今回の時効だりに、まあ、ぶっちゃけどうだったかっていうところなんですが、面白すぎたね。やばくないですか、この時。いや、特に最後が、もう、うわーって、もうめっちゃ叫んじゃったんだけど、いやー、うなりましたね。圧巻の脚本構成力というところで、やっぱね、この先、前も言ったと思うんですけど、最新話見る絶対前の話見返したくなるんですよ。前の話どうなってたっけ？で、今回その、まあ話がね、前とまたすごくうまく繋がれる部分もあり、で、衝撃の展開、まあ今回タイトル罠っていうタイトルですけど、見事にこちらが罠にかけられたみたいなね。いやー、すさまじい面白さだったなっていうのを。思いましたね。で、まぁ、今回もちろんラストもすごい熱かったんだけど、それ以外のね、シーン、どれを撮ってもすごい面白かった。うん。いや、なんかこれまでちょっと気になってた部分とか、そうだったのみたいな、知らなかった展開もありつつ、まぁちょっとね、ホラーっぽいスリリングな展開。まぁ前回もありましたけど、ちょっとお前絶対やべえの来る、やべえの来るみたいなね、ちょっとでも見ちゃいますみたいな展開もあったし、うまいっすね。で、まあ、最終回に向けて、まだね、分かってないことも、まあ、いくつかありますので、いや、ほんと楽しみだな、これ。いや、ちょっとアニメ2期もね、本番は決まってるそうなんで、ちょっとマジで日本でも見たいですが、まあ、ひとまずね、次回に最終回、マジで楽しみなんですが、もう、心待ちにしていきたいな、というところです。ということで、まだね、感想はこれぐらいにしましょう。これでありのね、感想を話していきたいなと思います。ネタバレないで話していきますんで、ご注意ください、というところで、ネタバレね、ぜひね、最新話見ていただいたかどうか見ていただけると嬉しいんですが、まあ、やっぱ、今回の話をね、見ると、どうしても、疑問に思う人がいると思う。過去変えちゃあかんって言って変えとるやないかっていう、ね。なんかツイッターとか見ててもそうやって言ってる人やっぱいたんだけど、まあこれ、ちょっと難しいところがあって、まあ、解釈的に今回の話を言うと、まあやっぱね、シャンシャン、まあ本来多分もう意識を失うか殺されてしまうところを、まあ土地がね、まあ止めて、まあ交渉を持ちかけていくみたいな、まあ、シーンで、まあ過去変えてるやないかっていう意見もあったんだけど、まあそもそもね、今のこの現時点の世界で、9話で謎のメッセージ来たじゃないですか、犯人から。新しい友達へヒントを受け取ったっていうね、まあ最後のラストの時のセリフに繋がってきますよね。明日の朝10時に、まあヒントをやるから、それをね、読み取って、また明日の同じ時間に来いよっていうところで、まあ最後ヒカルとの連携が光っていくっていうところなんだけれども、まあまず9話であのメッセージが来た時点で今回こうなるのはもう決まってたわけですよ。だから変えてないよね。まあ結論から言うと。うん、未来、過去は変えてないっていうことになると思います。まあ過去もだから、メッセージが来るっていうことは、トティが、ね、まあ、シャンシャンに乗り移ってる時にああいう行動してるってことになるかな。で、元をたどったらどっかで変えてる時があって、っていうことになるんですよね。で、まあ、それはやっぱね、まあ、シャンシャンの死が確定してるわけじゃないから、まあ、地震の時もあったんですけども、どうやっても避けられない。この大きな流れ、この最後の終着点は絶対変えられないんだけど、それ前の過程はね、結局、つじつまが、結果的なところの到着する部分が一緒なら、まあ、変えていいんじゃないかみたいな感じのね、雰囲気がこの時に出てますが、まあ多分そういうことですよね。まあ結局、シャンシャンも、まあ実際死んでなかったんですよね、もともとも。死んでなくて、まあリューミンかなんかその犯人に囚われている状況だったのを変えずに、その中の間の時間を変えてったっていうのが、まあ今回の話だったのかなと。で、やっぱ9話のね、ちょっと謎の耳心描写みたいなのがすごい繋がってくる回でもあり、めちゃくちゃ面白かったですね。うん。最後の、そもそもヒカルと連携からね、ヒカルがなんかいきなりなんかドア閉めに行ったぞと思った犯人がね、飛んできそうな、あれがね、時の最後の、あれか、シャンシャンの時に言ってたね、その、同じ時間に来いよって言ってた時に来たわけですよね。でそこでヒカルが、まあ、扉を閉めていく。あそこのトキとヒカルのね、連携プレイ。今回ね、俺に任せてくれないかみたいなことをトキがね、シャンシャン、ほんと犯人が来るちょっと前に言ってたと思いますけれども、うん。そうじゃまた暴走すんのかと思ったら、ここの見事な連携よね。うん。やっぱね、そのヒカルとの連携が見れんじゃないかっていうのは前回話してました。まあ、トキがやっぱその自分一人でちょっと動きすぎてね、いろいろなことを、まあ、過ちというかね、後悔してる部分もあったからっていうのは言ってたんですけど、もうここが見事だったし、で、その上で最後ね、ゲーム、オーバーだって、もう、やばくないあれ。
オーバーだって言っても、トキがあそこの空間に現れた瞬間にもう僕発狂しましたね。いやめちゃくちゃ良かったね、あそこね。うん、あそこでトキが現れて次回どうなるんだ、まあ多分警察も来るんでしょうね。うん、でまあ事件は一件落着するのかなと思うんですけど、いやこのゲームスタートっていうのとオーバーだって言ってあそこにトキが現れる、まあ、元々多分計算づくなんですよ。多分最初どこまで計算してんだろうね。トキがやっぱそのあそこに多分何手を叩いたら現れるっていうのは多分計算した上でやってると思うので、じゃあ最初のダイブするときから考えてたのかとか、すごいね、いろいろ気になる点もありますが、間違い回収される部分もあるのかなと思ってね、非常に楽しみだなと思いましたね。うん、いやーすごかったね今回本当に。うん、で犯人に関しては、まあ、リュウミンでやっぱ確定なんじゃないかなっていうところはあるんですけど、あの金髪の子ね。うん、でもやっぱ半身不随なんですよね彼って、なんか事故にあったかなんかで、うん、で半身不随なのも確定してるんですよね。じゃあなんであれ普通に歩いてるの、じゃあ本当はリュウミンじゃないのかとか、やっぱそういう疑問が出てきて、うん、じゃあリュウミンなんか能力者なのかとか、やっぱそういう疑問も出てくるので、いやここすごいね楽しみだけど、やっぱまあミスリードの可能性もあるけど、でもまあどう考えてもあれやっぱリュウミンだと思うんだけど、うん、じゃあやっぱなんで歩けるのかとか、やっぱその辺のこの辻褄、うん、多分次回答え合わせが来ると思うんですけど、ここはやっぱね楽しみすぎるなっていうのは思いましたね。うん、いやここ9話でこんなに繋がってくる。9話のシャンシャンもね、よくよく見たらやっぱトキの回転なんか上の空で同じような答えてるんですよね。うん、だから、あの時点のシャンシャンはやっぱトキがダイブしてる状態なんだと思うんだけど、やっぱここをね、なんかよく見てみると、本当じゃないかみたいな。で、革新的になんか絶対違うと、これ、シャンシャンの中にトキが入ってるなって分かるシーンはうまくカットされてるんですね、キューバも。ここやっぱね、うまいし、やっぱ見返したくなりますよね、この最近。まあ、すげえなって思いました、ほんと素直に。うん、で、今回はまあその、犯人との対決みたいなシーン以外も、トキとか、まあ、ヒカルの出会い、トキとヒカルの出会いとかね、トキの過去とかが分かるシーンもあって、これもすごい良かったですね。時効写真館ってね、もともとね、トキの家だったんですね。で、それを、まあ、でも、お父さんとお母さんがどっか行っちゃって、で、しかもあれ地震で亡くなったのかと思ったら、地震の前に亡くなっちゃってるんですね。もう、そこになんかまた5話とかと繋がるシーンでもあって、そういうことなのかみたいなのも分かったし、で、ヒカルがね、なんでトキと仲良く友達になったのかみたいな、無邪気だったからバスケに誘われたからみたいな、なんか今まで語られなかったエピソード、なんでバスケのね、シーンがトキとヒカルの回想に出てきたのか、あれ3から5話の時ですよね。うん、で、繋がるところもあって、めちゃくちゃおもろかったし、あと僕今回リンちゃんがめっちゃ好きになったんですけど、リンちゃんにね、トキって弱みを見せたんだみたいな、うん、2人の関係性ってこういう形だったんだみたいなのも分かってくる。やっぱその3人の絆とか関係性もより見えてくるのが今回の回で、やっぱ最終回に向けて、まあ、一段とギアを上げてきた回でもあり、よりそのなんか2人の連携とか3人の連携が楽しみになるような回だったなっていうのはね思いましたね。いやー、おもろかったな。あとはあれか、最初、シャンシャンが、まあ、犯人とどんな風に遭遇したのか、最悪の結末も想定しなければいけない、でも見るのか、で、お前ダイブするのかっていうね、ヒカルの話があったと思うんですけど、あそこの犯人が出てくるまでホラーすぎんかった。めっちゃスリリングやんと思ってね、こうあるの、どこ出てくるんで、ね、大概にあるパターンはなんかで扉を開けたらいないんだけど、後ろにいますみたいな。クソ怖いね、あれ。なんか扉開けて、あ、いないいない、あ、オッケーオッケーオッケーと思ったら後ろに、うわーみたいなのあるじゃないですかね、よく。うん、そういうパターンかと思ったら、まあ、でも怖かったのは、やっぱ電気つけた瞬間に目の前で襲いかかってくるっていう、あそこのやっぱ、ホラーっぽさがね、まあ、前回もトランクの話でも結構ホラーっぽさがあったんだけど、今回またね、あそこの、スリリングな描写、やっぱ緊張感演出していくとこも、うまいなっていうのは思いましたね。うん。で、まあ、結局、シャンシャンに関しては、まあ、生存してると。で、まあ、多分、危害を加えるなよって話で、まあ、多分、リュウミンになんか囚われてるかなんかで、まあ、携帯も奪われて、リュウミンがそのシャンシャンの携帯からメッセージを送ったんじゃないかとか考えられますけど、まあ、次回、ひとまず最終回始まった時に、多分、トキと、リュウミンのね、対決みたいなのがあって、で、まあ、リュウミンが捕まるのか、まあ、勘でいかないのかちょっとわからないけれども、うん。で、まあ、すべての謎が明らかになっていく。エマ自殺したっぽいから、じゃあ本当に自殺してんのか、リュウミンが殺したのかとか、まあ、シャンシャンは無事だと思うけどね。うん、まあ、そのエマの死の真相とか、リュウミンの半身不随の謎、この辺がやっぱ明らかになると思うと、楽しみすぎるなっていうのね、思いましたね。いやタイトルの罠もね、やっぱすごい良かった。こっちが見事に罠にかかると、トキとかヒカルが罠にかけられるのかなと思って見てた人多いと思うんだけど、いや、こっちかかったよ、みたいな。感じのね、まさかここで、シャンシャンが、犯人の攻撃止めると全く思ってないから、と思ったと同時にその9話と繋がっていく描写、朝の10時にヒントを渡すとか、その同じ時間に明日来いよとか、そこがやっぱ9話と繋がって、最後のラストのシーンに繋がってて、ヒカルのあの行動にも繋がってって、トキのゲームオーバーの出現にも繋がっていく。ちょっと面白すぎたっすね、これは。あー、すごかったなー。
とんでもねえ作品に出会ってる感じがします。中間にもレベルマジ高いね、これは。ちょっと、見てない方マジで見た方がいい。これ本当面白いから、素晴らしかったなと思いました。はい。っていうところですかね、今回の感想としては。もう話したいこと話したら、なんか相当早口になっちゃった気がしますけど、興奮しすぎちゃったね。すいません。聞き取りづらかった方、本当に、ね、申し訳ないんですが。こんなところかな。はい。まあ、次回の最終回もひとまず楽しみすぎると、どんな結末を迎えるのか。なかなかこの先に結末がえぐいみたいな話もね、元から聞いてますから、まあ、多分ね、すでにもう我慢しきれずになんか字幕版とか見ちゃったって人も、本家のやつ見ちゃったって人もいると思うけど、ま、僕はしっかりその日本語吹き替え版をね、じっくり待って、ちょっと待ちきれんくよね、すでに。待ってね、心待ちにしつつ、なんか、最終回31分とかの CM なしではあるみたいで、まあ、僕はいつもアンプラで見てるからいいんだけど、地上波でどうやって放送するのか、その辺のね、やっぱ疑問もありますけれども、まあ、ひとまずね、非常に、楽しみに、したいなというのは思いますね。まあ、犯人との対決の行方、そしてエマの死の真相。エマの死は多分変えられないと思うから。うん、で、またシャンシャンとドンイがこう再び結ばれる。いや、ここも待ちたい。心も心待ちにしたいね。ドンイだってもう面接にも向かわないもんね。まずシャンシャンのこと好きすぎやんみたいな感じっていうか、やっぱ気持ちをすごい確かめないとっていうのはあったと思うんだけど、やっぱここもうまかったな。いや楽しみです、最終回も。はい。ということで、今回の自己代理人、11話の正直する感想は以上となります。ご視聴ありがとうございました。来週いよいよ最終回、もちろんね、感想動画あげますし、それ以外はね、僕自身いろんなアニメの感想、ランキング、情報ですとか、また漫画の紹介もやってますので、ぜひこれ機に、チャンネル登録だったり、高評価の方をしていただけたら嬉しい。で、すぐ締めたいと思います。本当ですね、皆さん、今回ご視聴いただき、ありがとうございました。